久保さんいや確かにね、そうですね言われ。言われてみればね、確かにニコニコ現金みたいなね。<laughs> 確かに、電子、そう、PayPay って何取られてるかっていうと、あの利用者って、まあ、販売者は手数料抜かれてますや、ね、ん。で、利用者は、まあ、比較的ほぼ無料で使える。ただ、まあ、ちょっと PayPay ペイペイのあれが変わるんですよね。PayPay ペイペイにチャージするときに、 月の2回目にチャージした場合は2.5%ぐらい取られるっていう。だ1回目のチャージは無料なのかな。これルール変更があるんですよ。だから、ペイペイを利用してる人からも手すりを取るっていう、うん、なるんですよ。で、しかも、カード、登録カードはもうペ a ペイのみっていうね。そう。これ変わるんですよ、大きく。で、p ペ y ペ離れ結構されんじゃないかみたいな噂はありますけど。まあ僕はね、そもそもペイペイカード登録してますし、 後払いしてるので、あんまりその、なんだ、使わないんですよね。その、クレッシュ、あの、早期あの、なんだチ、チャージ機能を使わないですね、そもそもあんまり、僕の場合は。うん。そうそう。で、まあ、現金ですよね。そう。あ、で、PayPay ペペの場合は、僕たち、その、どこで何を買ったかっていうね、データをね、だからその、 なんか自己アフリートとかも個人情報を渡してるわけなんですけど PayPay も利用すれば利用するほどその人が何を買,い買ってるのかんっていう全ての買い物データをこうクラウドに上げてるんですよね <laughs>。これはね買い物データってすごいですよねだからあの今後 PayPay がその買い物データを利用してじゃあそこに多分広告ビジネスもやっていくと思うんですよ。 例えば PayPay ペペのアプリを開いた瞬間にあなたに特別なクーポンが届いてますっていう。で、それはその人ユーザーユーザーのその買い物履歴から AI が分析してこの人だったらこのクーポンめっちゃ絶対反応するだろうっていうクーポンを AI が発行して PayPayAI ペペみたいなねまあ僕の予想ですけど PayPayAI ペペみたいな PayPay ペペに AI が搭載されましたと。 でお得な情報まあそれもちょっと理由付けだと思うんですけどかその便利にねもっと PayPay ペペを便利に使えるように AI があなたにそのなんかあの提案してくれますみたいな <laughs> そういう、ね、切り口でいくかもしれないですけどであの「こんにちは丸々さん今日はあこれがあの丸々さんにお得です」みたいなねそ買い物データからね分析してこれいいんじゃないかとかね <laughs> 多分そ,の日そうなると思いますけどね で、そうしたらめちゃめちゃ広告売り上げ立ちますよね。しかもその広告効果が高いので。だってあれだけの買い物データをもう収集してるわけですからね。もう、PayPay ペペはもう、だってもう、そのユーザーがお金を払う場所を知ってるわけですよ。何に興味があって、何に金毎月払ってるのか、毎週払ってるのかっていう。もうピンポイント広告もいいとこですよね。もうめちゃめちゃ <laughs>。で、広告主もコンバージョン高い広告出したいじゃないですか。 今後だから PayPay ペペは広告事業も参入してくると思いますけどね <laughs> しかもその広告効果がすげえ高いもう購入者データですからねこれは強いですよ、はいまあ、ということで抜き取られてますいってらっしゃい